皆さんこんにちは。ナビゲーターの高野玲子です。このビデオでは高額療養費制度についてご紹介いたします。多くの方が重い病気や怪我などで入院したり、治療が長引いたりしたら医療費が高額になるのではと心配されるのではないでしょうか。高額な医療費がかかったら医療費の負担を軽くすることができる制度があります。それが高額療養費制度です。高額療養費制度は皆さんが加入している公的な医療保険の制度の一つです。公的な医療保険というのはいわゆる健康保険のことで、全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村などが事務を行っています。事務を行っている全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村などを保険者と言います。どの健康保険であるか、つまり保険者が誰であるかは健康保険証に記載されていますので確認しておきましょう。それでは医療費の心配を少しでもなくして安心した療養生活を送っていただくために、高額療養費制度の仕組みと利用のポイントについてご説明してまいります。健康保険では医療費の自己負担金は年齢などで異なりますが、原則として3割と定められています。しかし病気や怪我などで入院したとき、治療が長引いたりしたとき、高額な治療を行ったときは3割といっても、この負担金が高額になってしまうことがあります。これは経済的に大きな負担となるばかりでなく、精神的な不安にもつながっていくものでしょう。そこで、このように自己負担金が高額となってしまった場合に、経済的な負担を軽減する目的で、健康保険から支給されるのが高額療養費制度というわけです。病院などの医療機関や薬局で実際に支払った額がある一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給されます。いくら払い戻されるか、高額療養費の金額を計算するには様々な要件があります。上手に活用するためのポイントにもなりますので、一つずつ確認していきましょう。高額療養費を計算する要件は大きく分けると全部で4つです。この計算に含まれる費用は健康保険で受診した際に負担した医療費に限られます。先進医療や食事代、差額ベッド代などの費用は対象になりません。では4つの要件を1つずつご説明いたします。1つ目は個人ごとに計算するというものです。原則として健康保険に加入している個人ごとに負担した医療費に基づいて高額療養費を計算します。2つ目は暦の月ごとに計算するというものです。暦の月とは月の1日から末日までのことです。各健康保険の保険者では、皆さんが負担している医療費の額を確認する方法としてレセプトを利用しています。レセプトとは、病院などの医療機関が保険者に対して医療費を請求するための請求書のようなものです。このレセプトが暦の月単位であるため、これに合わせて高額療養費の支給も暦の月単位となっています。入院期間が月をまたいだ場合は注意が必要です。例えば3月25日から4月5日まで入院した場合は、3月25日から3月31日は3月分、4月1日から4月5日は4月分というように、それぞれの月ごとの計算となりますので、1回の入院で自己負担限度額を超えていても高額療養費に該当しない場合があります。3つ目は
医療機関ごとに計算するというものです。原則として同一の医療機関ごとに負担した医療費に基づいて高額療養費を計算します。同一の医療機関というのは一つの病院、一つの診療所という意味です。外来診療については平成22年3月の診療分までは複数の診療科のある医療機関、いわゆる総合病院を受診した場合は各診療科ごとに自己負担額を分けて高額療養費を計算していました。これは平成22年3月までは外来診療についてレセプトが診療科ごとに発行されていたためです。平成22年4月からは患者ごとに1枚の発行となったため、高額療養費制度が利用できる機会が増えました。4つ目は入院と外来は別に計算するというものです。2つ目のところでご説明した通り、健康保険の保険者は皆さんが負担した医療費の額を医療機関が発行するレセプトで確認しています。このレセプトが入院診療と外来診療について別々に発行されているため、高額療養費も入院と外来は別に計算することになっています。以上のように高額療養費の4つの要件は、個人ごと、暦の月ごと、医療機関ごと、入院と外来は別となります。これらは高額療養費を利用していく上でのベースとなりますので、しっかり押さえておきましょう。高額療養費制度は医療機関や薬局で支払う自己負担金が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が給付されるという制度です。自己負担限度額というのは負担する医療費の上限額のことで、70歳以上と70歳未満の年齢とそれぞれの所得の区分によって計算式が決まっています。表1は70歳未満の方の所得の区分です。70歳未満の方の所得区分は、一般、上位所得者、低所得者の3つに分かれています。表2は70歳以上の方の所得区分です。70歳以上の方は一般、現役並み所得者、低所得者1、低所得者2の4つに分かれています。表1と表2に表示されている所得基準は大まかなものですので、詳細については加入されている健康保険の保険者にご確認ください。会社員など健康保険組合、全国健康保険協会に加入されている方の所得区分は標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額は健康保険料の額を決定する際に使用する月給のランクのことです。次に自己負担限度額の計算方法について、表3と表4をご覧ください。自己負担限度額は70歳未満の方は所得区分によって計算方法が3つに分かれます。70歳以上の方は外来のみの場合と入院を含む場合とで計算方法が異なります。さらに所得区分によって4つに分かれています。では実際に高額療養費を計算してみましょう。ある70歳未満の方が入院されたとします。この方の所得区分は一般の所得区分で、病院の窓口で支払う負担割合は3割です。この入院の公的な医療保険での支払いが一つの月で30万円だった場合、高額療養費の金額はいくらになるでしょうか。高額療養費を計算するには、まず総医療費を計算します。総医療費は医療機関で支払った自己負担金を負担割合で割ることでおおむね計算することができます。この方が支払った自己負担金は30万円、負担割合は3割ですので、30万円割る3割で総医療費は100万円になります。
次に自己負担限度額の計算式に計算した総医療費を当てはめて自己負担限度額を計算します。この方の年齢は70歳未満で所得区分は一般ですので、総医療費の100万円から26万7千円を引いた値の 1% をかけた値を8万100円に加えます。そうすると自己負担限度額は8万7430円となります。高額療養費は自己負担限度額を超えた分となりますので、公的医療保険で支払った30万円から自己負担限度額の8万7430円を差し引きます。高額療養費の金額は21万2570円となります。